福岡市博多区に本社を構え、太陽光発電設備の設置、総合環境衛生管理、廃棄物のリサイクル、電力小売り、等を業とする企業である。産業用太陽光発電の直販、自家施工、小建て住宅向けサービス、法人、事業主向けサービス、産業廃棄物の処理、リサイクルの4事業を展開している。 創業当時からの事業は建築物のロアリ駆除などの防虫、防腐であるが、1994年より産業廃棄物の中間処理事業を開始。従来より太陽光を動力とする住宅用を床下換気扇を施行していたこともあり、2009年より住宅用太陽光発電システムの販売を開始。2010年には中国上海市にも工場を建設した。 2012年には公共産業用太陽光発電システムの販売等を行うサニックスエンジニアリングを設立。2014年6月1日には同社の太陽光事業を分割し本体に吸収した。ソーラーエンジニアリング事業は一時期はサニックスの売上の7割を占め事業の柱となっていたが近年は比率が低下している。ありがとうございます。